村上健は、日本のオセロ選手。オセロ球団。麻布学園英語科教師。東京都立国立高等学校より、アメリカ、テキサス州へ留学。慶応義塾大学文学部英米文学科卒業。1988年に、麻布学園へ赴任、同校で、オセロ部を創設して顧問に就任。1996年5月に結婚。 1993年5月、ある海外のコンピュータ雑誌に掲載された、オセロ選手は負けることが分かっているから、コンピュータオセロとの対戦をしないとする記事を読み、日本人チャンピオンが誰も挑戦の打診を受けていなかったことから、日本人を人間に含めないあなたの態度を不愉快に思った。私はいつでも誰の挑戦でも受ける用意があると皮肉を込めて、 反論する手紙を送る。その記事を書いた教授の返事には、あなたの勇気に敬意を表するとしつつも、アフリカのとある部族が、ハイジャンプで3メートル飛べると主張しているのに似ている。彼がオリンピックに来て、実際にその技を見せない限り、それが不可能だと周りの人が判断しても、責められないだろうとあり、日本人が、 オセロの世界選手権で圧倒していることを知らない文面であった。その教授が作ったコンピュータオセロと対戦の話が持ち上がったが結局流れている。1995年前述の手紙で反論にした件を知ったマイケルブロからコンピュータオセロとの対戦するかどうか聞かれ彼や NEC 北米研究所が開発したロジステロと対戦が翌年決定。 1997年8月、世界チャンピオンだった当時に、アメリカ、ニュージャージー州プリンストンで行われた、対戦の結果、6006敗だった。ただし、村上は、中島哲也の著作にあったコンピュータ同士の寄付を見て、すでに人間が勝てるレベルではないと感じており、一勝する、ことを目標にしていた。事実、対戦前から、自分は、ドンキホーテのようなもの。 まず負けますと敗北を予想する答えをしている。村上とロジステロの対戦は、同年5月に、チェスの世界チャンピオンのガルリー・カスパロフが、ディープブルーに敗れてから3ヶ月後のことであったが、村上自身は、ディープブルーよりロジステロの方が、性能は上であり、これはもうオセロの戦いではなく、哲学の戦いだと考えていた。 対戦の中盤過ぎで観客やインターネット中継の視聴者は村上の負けが確定したのを知っていたが村上は逆転の望みがないとわかりながらも対戦していた当時コンピュータ対戦用の戦法ブック進行が存在したが暗記した進行をなぞるだけでは良い勝負を演出するだけと考え使うことはなかった対戦後に帰国してからは コンピューターに学んで、プレイを向上させれば良いと思っていたが、日本では共感されず、批判するものが多かった。当時のオセロ界では、コンピュータが上だと明確に示す機会を避けて、オセロの価値を延命させるという考えが、根強かったからである。ただし、村上の挑戦を評価するものも少なくなかった。一方、オセロ開発者の長谷川五郎は生前、 この対戦を正式なものではなく、人間の負けを認めていなかったとされる。村上は、長谷川は、人間が負けたと心の中で分かっていても、正式に、日本オセロ連盟としては認めたくなかったのではと、十回している。ありがとうございます。